の両親が宇宙海賊ダンジャークってやつらにさらわれて時空の彼方へ連れ去られた。俺たちはバックランド号で時間を超えて追おうとしたんだけど、行き先の時代設定ができません。だけど俺たちの前に謎の抑留が現れて、新たな危機が迫っています。私についてきてください。俺たちは父さんや母さんたちを助けるために時間を超えた冒険をすることになったんだ。ゴー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 、サンはゴーゴー、ゴー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 、反射ゴーゴー、空に抱かれて旅に出よう。地図にさえないさ、僕らが飛ぶパラダイス、スタートでかい勇気を集め、光のドア開け。途中でぶっちゃけめげてもひちゃきそう、青空の方を向いたままで。 Go 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 三は Go 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 反射 Go Go、 スリルとミラクル待つ未来へ Wing Go 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 Go、 みんなで Go 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 飛び立とう、誰もが空の子供だから。わしはキャプテン白ひげぞい、敵に背中は見せんぞい。そんなこと言ってるから海賊に間違われるんじゃないの。ミト、何か弾を避ける仕掛けとこはないぞいか。あ、これがあったっす。先行開始っす。潜水艦だったのか。海賊船が潜れたら無敵だと思って密かに仕込んでおいたっす。だったら最初に言わんか、このうすらトンカチ。とにかく宝島へ急ごう。発見、恐竜宝島。なに、覚えてねえだと。宝島の場所は地図が揃った時にはっきり分かったはずだぞ。それが地図の半分しか見えなかったもので。見てたぞ見てたぞ。それをバラすんだって、この野郎。肝心の宝をあの小僧どもに先に取られたらどうすんだ。やめな。今度はおめえか。まったく、ドジな海賊どもに付き合ってると苦労するかもね。んだと？な、宝島の地図。ザッパーから預かったコピーさ。急いだ方がいいかもね。野郎ども、ほうはれ。あ、あれが宝島か。ついに来たのね。地図によると、あの山がこれだろ。で、ここだから。よし。あ、ちょっと待て。勝手に行くな、ジム。あ、足元、気をつけて。あ、ありがとう。人がいる様子はないな。宝はこのジャングルの向こうか。ちょっと厄介だぞ。怖いならここで待ってるんだな。宝は俺が探し出してみせる。誰が怖いって言ったよ。勝手に決めるな。おいジム、お前たちも行くぞい。きっとあの宇宙海賊もここに現れるぞい。そしたら恐竜もいただくんだぞい。へいへいほー。おいジム、一人でどんどん行くなよ。そっか、お前たち一気に向こうまで行ける魔法はないのか。俺たちは魔法使いなんかじゃないって。使えねえの。なんだよそ
その言い方。龍太、今は一刻も早く宝を見つけないと。そうそう、マルムの言う通りだ。あ、え、こんな、待ってよ。喧嘩なんかしてる場合か。ザンジャークに先を越されたらパパやママたちの手がかりを失うことになるんだぞ。分かってるよ。お宝はどこざんすかね。地図おだし、あのガキンチョのを写したのがあるだろう。あ、間違えて月刊海賊ファンを持ってきちゃったっす。このお宝ゼミスマ。海だ。おかしいな、地図と全然違う。どうしよう、急がないと黒ひげたちが来ちゃう。心配するなマルム、君はこの俺が守ってみせる。って、カッコつけてる場合じゃないだろ。恐竜反応だ。お前はリハだ。コスモストーンは渡さないかもね。やっぱり宝っていうのはあのライデンの弾だったんだな。父さんたちはどこだ。そうね、行け、メガラプトル。ディノスラッシュ。吹き抜けろ、カルノタウルス。お前たちがそこで遊んでる間にお宝はいただきだぜ。黒ひげ、くそ。あんなところに洞窟が。俺たちも行こう。え？エース、ディノスラッシュ。轟け、トリケラトプス。俺が必ず手に入れてみせる。パパと君のために。あ、ジム、危ない、ダメ。この洞窟が島の反対側に通じていると分かったんですかい。匂いだよ、お宝の匂いがするんだ。はあ、ディノ、ディノ、じゃんけん、じゃんけん、ポン。グー
みんな無事か？マルムは？ここよ。流されていくぞい。何が起きたってんだ。わかるんですけど、さっき岩にぶつかった拍子に何かの仕掛けが動きだったんじゃ。余計なことしやがって。お前のせい。お前のせい。やめろ。やめてくれ。このまま行けば。コスモストーンはすぐそこかもね。この黒ひげ様の船に忍び込むか、いい度胸だな小僧。お宝を拝む前にあの世へ消えてもらおうか。キャプテン、奴らが。あの小僧ども、てめえらにお宝を渡さねえ。そんなことやってる場合か。やめるんだ黒ひげ。むせろ。何？誰だ？へへへ。てめえ。やろうぞ。捕まえろ。こっちがやだ。待ちやがれ、カズ。洞窟を抜けるぞ。何？こんな上まで押し流されてきたのか？宝はどこだ？探せ。逃げられると思ってるのか。大変だ。滝だ、滝だぞ。どうするんだよ。わしに任せるぞい。転向開始。間違えちゃったぞい。どい。何やってんだ。白ひげの腕前を見たぞいか。ここは。おーい、ジム無事だったのね。これに捕まれ。おばさんたち、この子に及んでまだおばさん言うか。ズビズバ。どうなってるんだ。島がどんどん沈んじゃって、どこがどこだかわからなくなっちゃったざんす。パパの地図が。いいか、このどこかにお宝が眠ってるんだ。俺様は絶対諦めねえぞ。このヒゲさんたちも相当しつこいざんすね。じゃが、この水が全部引かない限り宝探しは不可能ぞい。パパ。もしかして。どうした、レックス。こうして透かしてみると裏の海図がダブって見える。それが今ここにある岩の位置とぴったり一致するぞ。あ、それじゃあこのバツ印の岩場が宝の場所だ。島が沈んだのも偶然じゃなかったってこと。そういう仕掛けだったのかも。これがあれで、こっちがあれだとすると、あそこだ。ゾジジ、船をあの岩場に。キャプテン、白ひげだと言っとるぞいが、取り返しバーイ。宝はこのどこかに埋まってるはずだ。よし、探そうぜ。お前たちはそこまでかもね。ミハサ、また邪魔をするつもりか。邪魔なのはそっちかもね。メガラプトル。ここは俺たちに任せろ。お前は早く宝を。ジャークアーマーもつけちゃうかもね。ハリケーンビートかもね。
スモストーンは誰にも手出しはさせないかもね。ディノスラッシュ！粘えよ、パラサイドラッシュ！くそ、こうなったらこっちもだ。バカ野郎、それよりお宝だ。しっかり探せ。しっかり探せ。どこだ。ガブル。あれか。ストーンはもらったかもね。あ、待て。ミハさん、それは銀河の秘宝。ライデンの玉とは色が違うぞ。このブルーコスモストーンは我がザンジャークのものかもね。ブルーコスモストーン、てめえ横取りする気か。いや、私にちょうだい。お前たちはメガラプトルと遊んでな。おしまいだ。宝を奪われちまったらパパを救う方法がない。水が引いていくぞ。どうして急に。もしかしたらあのコスモストーンのせいじゃないか。とにかく島を出よう。どいてて。僕たちを置いていくつもりか。この島には用がないぞい。お前たちのことなど知ったことじゃないぞい。くそ、お宝は取られる、船は壊れる、天下の黒ひげ様もいよいよ焼きが回ったか。のキャプテン、あそこに船が。よし、乗り込んでぶんどるぞ。おい、ここだ、助けてくれ。見つけたぞ、海賊黒ひげ。あの船はパパ。黒ひげとその一味、お前たちを逮捕する。俺たちが何したって言うんだ。全て聞いたぞ、この男からな。シルバー注意。これでもまだシラを切るかね。おお、こいつが悪い。こいつらが全部やった。それじゃあパパは。お話は放火の濡れ衣を着せられただけだ。もう自由の身だよ、ジム。パパ。ジム、パパがあの地図の通り宝はあったんだ。でも俺、あと一歩のところで。いいんだ、お前さえ無事なら。そうだ、ここにいるリュウタたちにはとっても世話になったんだ。ありがとう、君たち。そんな、
俺たちだってただ父さんたちの手がかりが欲しくて。なんだあれは。空の海賊か。もう行かないと。リュウタ、早くリュウタのパパたちも見つかるといいな。あ、お前も元気でな。うん、ありがとう。それじゃ、マルム。あ、君も行くのか。ええ、ごめんなさいチム。わかった。残念だけど仕方ないな。リュウタたちと仲良くやれよ。うん。ことだよマルム。なんでジムなんかに。その何ジムなんかに何よ。だからあれキスされたの焼いてるの。なわけねえだろ。そんなに気になるならリュウタにもしてあげよっか。折れちゃった。非常停止装置が作動しました。やば、何やってんだよリュウタ。操縦不能、操縦不能。あたしのせい。原始人に会った日は教えちゃう。ふにふにふに僕の乳歯がグラグラって吠えた日も前はない。ふにふにふに変幻自在やったんさい。自由自在バンバンさい。世はすべて恐竜ふにふにザウルス。ふにふにザウルス。15メートル。中国で発掘された草食恐竜よ。カモノハシ恐竜の中で最大級の大きさと言われている。今いる動物のカモノハシに口の格好とかが似てるからカモノハシ恐竜か。そう、厚みがあって張っているこの下顎が特徴だ。パラパラとかの仲間だな。優しそうな顔してるわね。